2021年11月、これまでも国連安保理の決議に基づき継続的に実施されている、北朝鮮のいわゆる瀬取り行為の監視に、ニュージーランドやドイツから航空機や艦艇が派遣され、その任に当たることが報じられたね。北朝鮮の瀬取り行為はたびたび問題になっているよな。そうだね。今回はそんな北朝鮮の瀬取り行為の監視について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。まずニュージーランドは同国空軍が保有するアメリカの現ロッキード・マーチン社製の P-3K にオライオン対戦哨戒機を沖縄の在日アメリカ軍の嘉手納基地に派遣、11月中に瀬取り監視任務に従事したよ。ニュージーランド空軍が同任務に航空機を派遣するのは2018年から4年連続な上、今年2021年は4月から5月にかけてに続く2回目で、通算ではこれで5回の派遣を行うことになった状態だね。日本は P-3C から国産の P-1 に、アメリカは同じく P-3C から P-8 へと新型の機体の導入を進めているが、ニュージーランド空軍の P-3K にオライオンは同期のシリーズ中でもグラスコクピットを採用した近代化版と言えるんだ。続くドイツは同国海軍のブランデンブルク級フリゲートの3番艦バイエルンを、11月中旬以降から北朝鮮の瀬取り行為の監視に従事させることになり、同国としても初の任務参加を果たすことになったぜ。バイエルンは満載排水量4900トン、全長 138.9 メートル、全幅 16.7 メートルの艦隊を、ディーゼルとガスタービンの揚機関を併用した CODOG 方式で駆動、29ノットの最大速力と4000海里の航続距離を誇るらしい。バイエルンは兵装面では、オートメラーラ社製の 76mm 単装砲1機、マーク、41垂直発射システム VLS-16 セルで空対空ミサイルを運用、艦対艦ミサイルとしてエグゾス SSM 連装発射塔を2機などを搭載しているな。実はバイエルンは今回の瀬取り監視に従事する前、今年8月末には中東のソマリア沖で海上自衛隊の護衛艦夕霧と合同軍事演習を行い、その後オーストラリアやグアムを経由してやってきたんだ。そして11月4日から5日にかけては関東地方の南の海上にて、海上自衛隊の護衛艦サミダレと合同軍事演習を行った後に日本へ帰港。実にドイツ海軍の艦艇としては2002年以来20年ぶりに日本を訪れたことになるよ。そもそも北朝鮮の瀬取り監視にドイツが加わったことも初であり、これまでは日本、アメリカ、韓国、イギリス、フランス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの8ケ国に限られており新たな動きと言えるだろうね。これまで日本を含む8ケ国が北朝鮮の瀬取り監視を実施してきたのは、2017年9月に採択された国際連合安全保障理事会決議2375に基づくもので、核兵器や弾道ミサイル等の開発を続ける北朝鮮への制裁のためだな。この決議によって等しく国連加盟国は、北朝鮮の船舶等による海洋上での物資の積み替え行為、いわゆる瀬取りを禁止、北朝鮮が保有する核兵器を含む生物化学兵器等の大量破壊兵器の拡散を防止することと目的としているぜ。ただ実際にはこうした大量破壊兵器が北朝鮮から持ち出されるというよりは、北朝鮮側が禁輸中の石油製品を密輸で入手したり、逆に自国産の石炭を密輸して経済的利得を得ることを防ぐことが狙いとも言えるだろう。北朝鮮による瀬取り行為は主として東シナ海を中心に行われていると見られており、よってこの東シナ海が監視を行う各国の航空機や艦艇の活動の重点海域となっているんだけど、ここには別の問題も横たわっていると言われるんだ。それは西側諸国からすれば近年富に海洋進出を強めている中国に対し、東シナ海や南シナ海における牽制行動を兼ねているとの見方であり、中国が台湾海峡の制海権を掌握することを防止しようとする意図も指摘されているよ。2018年7月には国際連合安全保障理事会に対してアメリカ政府が文書による報告を実施し、その内容は前述の国際連合安全保障理事会決議2375に反し、中国やロシアの企業が北朝鮮への石油製品密輸に関与したと示唆するものだったね。北朝鮮のような経済的にも行き詰まった独裁国家が、
まがいなりにもこの2021年でも存続できているのは、後ろ盾となる中国が崩壊を防ぐために各種の支援を行っているであろうことはもはや国際的にも公然の秘密だろうな。加えて韓国のように同民族でありかつ地続きの国でも、むしろ北朝鮮が崩壊して難民が溢れるなどの混乱を避けたいとの思惑もあるようで、2018年5月には東シナ海上で韓国と北朝鮮のタンカー同士が接触しているとの報も伝えられたぜ。韓国政府はこの事実を即座に否認したが、国際連合安全保障理事会決議2375の採択後も韓国内の港湾には、北朝鮮産出の石炭が運び込まれているとアメリカは指摘、北朝鮮への経済制裁を韓国が破ることに警告を行っているようだ。さて今回のニュージーランドからの P3K2 オライオン対戦哨戒機や、ドイツからのブランデンブルク旧フリゲートバイエルンの北朝鮮の瀬取り監視の件に戻れば、この両国にはかなりの温度差があるようにも思えるね。これはニュージーランドという小国が、隣国でアメリカイギリスとの新生オーカスを締結したオーストラリアと同じように、基本的にはアメリカ寄りの対中国路線を選択していることとの違いにも見えるんだ。2021年の夏にはイギリスの航空母艦クイーンエリザベスらの空母打撃群の極東派遣があり、インド太平洋地域における中国の海洋進出をこれまでよりは、積極的にイギリスも警戒する側に回ったというのが一般的な解釈だね。それでもクイーンエリザベスそのものは極東への往路も復路も、とに中国を刺激することは避けるためか台湾海峡を通過することはなく、その意味ではまだ公然とした中国包囲網というにはいささかの脆弱さも感じてしまうよ。しかしそれ以上にヨーロッパや EU を代表する国家たるドイツは中国との経済的な結びつきが強固であり、クイーンエリザベスらの空母打撃群以上に中国に対する徹底的な忖度を今回も見せようとしていたな。それはブランデンブルク旧フリゲートバイエルンをやはり台湾海峡は通過させないこと、および中国に対しても親善寄港を行うという方針からも明瞭だったが、後者は中国側から拒絶を受けて断念しているぜ。かつて20年前の2002年にブランデンブルク旧フリゲート4番艦のメクレンブルク・フォアポンメルンと、バーデンブリュルテンベルク旧フリゲートの4番艦ラインラント・プファルツは中国の青島に寄港した過去があったよな。こうしたドイツと中国との過去の経緯を勘案すれば、今回のバイエルンの日本への寄港と海上自衛隊の護衛艦との合同軍事演習も、手放しでは歓迎できないとも思えるのだが、どうなんだろうな。今回は中国側がバイエルンの自国への寄港を拒絶しこれは実現しなかったが、これまでの中国寄りの政策を続けてきたドイツが、その体現者でもあったメルケル政権の退陣でどのように変化するのかにも注目だろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。韓国では2022年5月に現在のユン・ソンニョル政権が誕生。それまでのムン・ジェイン政権の言ってきた新中国及び北朝鮮との融和的な政策からは脱却。ことに安全保障面ではアメリカへの回帰が明確になっているね。これに合わせてアメリカを唯一の同盟国とする日本との関係も、ユン・ソンニョル政権が誕生した際には、これまでの度重なる反日的な動きが緩和される方向に向くのではと期待する声も日本では多かったな。でも実際のところはどうなんだろうね。今回は竹島の南方の日本の排他的経済水域内で韓国側が未同意の調査活動を強行した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、確かに前ムンジェイン政権に比すれば、現ユン・ソンニョル政権は反日的な動きや政策を改めてきているとも言えるんだけど、それでもまだ排他的水域をめぐってのトラブルは現在進行形で発生しているよ。今も韓国側が不法に占拠し実効支配を継続している竹島韓国名独島の周辺の海域を管轄しているのは、日本の海上保安庁の第8管区海上保安本部であるが、同本部によれば竹島の南方の日本の排他的経済水域内で韓国側が未同意の調査活動を強行したことが報告されたんだ。
今回の件は2024年6月6日の午後6時頃から6月8日の午前5時半過ぎまでの期間、竹島からおよそ 69km ほどの距離にある南方の日本の排他的経済水域内で発生。韓国の政府機関である国立海洋調査院に所属する船舶の船ヘアン2000が実施したとされるね。この期間に当該の日本の排他的水域内において、この韓国の国立海洋調査院に所属するヘアン2000はワイヤー状の器具を海中に投下して何らかの調査を行ったとみられ、この行為を発見した海上保安庁の第8管区海上保安本部の巡視船が無線による警告を発したというぜ。日本側の見解としては当該海域は日本の排他的経済水域内であり、事前に韓国側から日本側に了解を得ていない調査活動は黙認できないため、海上保安庁の第8管区海上保安本部の巡視船は直ちにその行動を中止するように継続してヘアン2000への警告を行ったらしい。しかしこうした日本側巡視船から無線による中止の警告を結果的に韓国のヘアン2000は無視し、発見からおよそ1日半もの間、当該の海域におけるワイヤー状の器具による調査を継続した後、ようやく韓国側の海域へと戻ったわけだ。海上保安庁の第8管区海上保安本部からの同事省の発生報告を受けた日本政府は、外務省のナマズアジア大洋州局長が在日韓国大使館の次席公使へ、三木中韓公使が韓国外務省へと抗議を行っているが現時点で韓国側からの声明等は確認されていないみたい。個人的にはこうした事態の発生に対し、海上保安庁が現場で情報を収集しその内容を各関係の省庁に報告、内容を確認した上で政府が対応を決定、外務省を通じて相手国、今回のケースでは韓国に抗議するという、当たり前の対応がなされたとは感じるな。しかし今に至るまで韓国側から、内容はどうであれ何の説明もなされないという時点で、こうした問題を見るにつけ、本質的な意味で日韓両国の関係が少しずつでも前向きな方向に変わってきているとは到底思えないぜ。したがって韓国で2022年に現ユンソンによる政権が誕生した際には、日本の一部の大手マスメディアでも日韓関係の改善に期待するという論調が多数散見されたが、改めて楽観論は禁物だと思わざるを得ないな。そもそも今回も問題の中心となった韓国の政府機関である国立海洋調査院に所属するヘアン2000は、これまでも過去複数回にわたって同様な行為を繰り返し行っている船舶であり、いかに政権交代が起ころうとも韓国側の対応が劇的に変化するとは考えにくいよね。確か前回はこの国立海洋調査院に所属するヘアン2000は、2022年8月に竹島の北東方面を須野海上のおよそ 100km ほどの位置にある日本の排他的経済水域内で、今回と同様に日本側に事前の承諾を得ることなく、ワイヤー状の器具を海中に投下して何らかの調査を実施しているよ。さらにこの3ヶ月前の2022年5月にもヘアン2000は、ほとんど同じような日本側に事前の承認を得ていない調査とおぼしき活動を行っており、いわば講じた事案の常習戦で、もちろん発生の度に日本政府は抗議を行っているんだ。しかしいずれもこれも今回と同様に韓国側からは何らの説明もなされなかったと個人的には記憶しており、その点から推察するに韓国側としては竹島を実効支配していることもあり、その周辺海域は日本の排他的水域とはみなしていないと考えるべきなのだろうな。日本政府のスタンスとしては、韓国に不法占拠されているとしている竹島にしても、ロシアに不法占拠されているとしている北方四島にしても、本来は日本固有の領土であるとの姿勢を崩してはいないが、何ら有効な交渉にはつなげられていないぜ。こうした現実を鑑みれば、今は日本が実効支配を行っており、先住の警備体制を海上保安庁も敷いて警戒を続けている沖縄県の尖閣諸島についても、今後仮に中国側の上陸を一度でも許せば、竹島や北方四島と同じ状態になる可能性は非常に高いわけだ。だからこそ尖閣諸島に関しては、かつては台湾の活動からが上陸を敢行した事件もあったが、
今後中国に同様の行為を許してしまえば、未来永劫粗行事実上の中国領とされてしまうことは明白で、絶対に阻止すべく対処する必要があると思えるよね。そうした尖閣諸島をめぐる日本と中国との間の情勢が、年々厳しさを増す中でも、沖縄本島の大手マスメディアはかつての太平洋戦争での凄惨な地上戦の過去から、反米親中を標榜する態度を未だ改めてはいないよ。その中でそうした勢力を代表する玉城氏が沖縄県知事の座を守っており、個人的は非常に憂慮すべき政治状況だと感じていたが、この2024年6月の沖縄県議会議員選挙では玉城沖縄県知事の勢力はついに過半数を獲得することができなかったんだ。実に定数48名の沖縄県議会で改選前の玉城沖縄県知事らの支持勢力は半数の24議席を占めていたが、改選後には実に16年ぶりに反玉城沖縄県知事を掲げる自民公明の国政与党と日本維新の会の合計で28議席と過半数を大きく上回ったね。これによって玉城沖縄県知事らの支持勢力は20議席を獲得したのみにとまり、沖縄本島で根強かった反米親中路線の政治状況にもようやく中国の台頭を危惧しての、県政に変化を求める世論の高まりを感じさせたぜ。さて沖縄から韓国の方へと話を戻せば、2018年の12月20日、能登半島の沖内の日本の排他的経済水域内の日本海上において、韓国海軍のミサイル駆逐艦のクアンデトデワンが海上自衛隊の P-1 哨戒機に火器管制レーダーを照射した一件があったよ。しかし韓国側は主張を二転三転させた挙句、結局この件をうやむやにしていた感が拭えなかったが、最近になって非公式ながら韓国の一部の軍人らが、前文大統領から当該の事象の隠蔽工作を行うように指示を受けたと認めたと報じられたぜ。非公式ながら韓国の軍人の一部からこうした声が上がったことは、当該の事象の発生後になぜそのような行為をクアンデトデワンが、P-1 哨戒機に行ったのかという問いへの日本側の推察が概ね正しかったことの証明だと考えられるわけだ。日本側では当時クアンデトデワンは北朝鮮に便宜を図るべく、同国からの脱北者が乗った船舶を捉えて送還しようとしていたのではないかととの見方があったけど、この推察が正しかったことを示していると思われるよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。2021年1月22日、慶尚北道浦項沖の日本海において航行していた、韓国海軍の孫悟ニル級通常動力型潜水艦3番艦のアンジューコンに故障が発生したね。アンジューコンは海上で停止して動きが取れなくなり、民間会社のタグボートが出動して基地に曳航されたぜ。今回はそんな韓国海軍の潜水艦が故障してタグボートで港に曳航された件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。韓国海軍が明らかにしたところによると、アンジューコンは2021年5月までの予定で定期点検を実施している最中で、この日は試運転のために日本海で先行試験などをしていたとされ、試験は無事に終わり浮上して基地への帰還する途中、エンジン系統の異常を示すアラームが鳴ったみたい。その報告を受けた海軍基地司令部が、乗員の安全を優先するとして直ちに帰還を停止することを指示したために基地まで曳航する必要が生じ、連絡を受けたアンジューコンを建造したメーカーであるヒュンダイ重工業が自社の曳航用タグボートを派遣して停止しているアンジューコンを港まで曳航したとしているよ。23日になってタグボートに引かれたアンジューコンは基地に寄港し、海軍によってアラームが作動した原因について調査をしたが、関係者によれば乗組員と潜水艦の装備には異常はないと言っているね。韓国がドイツの技術を模倣して建造した潜水艦についてはこれまでに様々な不具合が報じられているが、機密情報だらけで隠密行動を取る潜水艦が動けなくなったとして民間会社のタグボートにこうまで曳航される例は、たとえ定期点検の試験中とはいえども世界的に見ても例がなく、韓国側では建造メーカーであるヒュンダイ重工業によるアフターサービスだとしているが、
他国の海軍であれば自軍のタグボートを派遣して曳航するだろうとしてインターネット上や SNS などでは韓国海軍の慌てぶりを嘲笑する声が多いな。韓国の孫を見る旧通常動力型潜水艦はもともと、ドイツのホバルツベルケドイツ造船 HDW が開発によって開発されて、ドイツ海軍とイタリア海軍が運用している212型通常動力潜水艦の輸出用である214型潜水艦で、212型の排水量を増やし外洋などでの対抗性能が強化されているぜ。輸出先によって排水量などが異なっているが、韓国の孫を見る級は水中排水量1860トン全長 65.0 メートル最大幅 6.3 メートル喫水6メートルの艦隊に、機関方式はディーゼルエレクトリック方式及び燃料電池による、非待機依存推進方式エアーインデペンデントプロパルジョン AIP が採用され、水中最高速力20ノットを発揮するらしい。兵装として533mm 魚雷発射管8門が搭載されていて、発射管からは魚雷やデコイのほか、潜水艦発射型対艦ミサイルハープーン SSM に海星や天竜などの対地巡航ミサイルを発射することが可能とされ、最大潜航深度は高量 250m、400m まで潜航可能との情報もあり、乗員は27名とされているよ。この214型の特徴は潜航時に酸素の供給を必要としない PEM 燃料電池を使用した非待機依存推進が採用されていることにあるんだ。この燃料電池フューエルセルは、ドイツのシーメンスが開発した PEM ポリマーエレクトロリトメンブレイン高分子電解質膜が用いられていて、液体酸素から得られた酸素と水素吸増合金に貯蔵された水素との反応で電力を得る仕組みとなっており、212型には出力 34kW の PEM 燃料電池モジュールが9基搭載されていて最大で 300kW の出力を得ることができ、孫を見る級にも同数が搭載されているというぜ。この AIP と従来から搭載されている鉛蓄電池との併用により、速力8ノット以下で14日間の連続潜航が可能であるとされ、韓国海軍では韓国本土から燃料補給をすることなくハワイまで潜航したままで往復できるとしているわけだ。韓国海軍ではヒュンダイ重工業とテウ造船海洋の2社が建造した孫を見る級を9隻運用しているが、ヒュンダイ重工業が建造した1番艦孫を見る、2番艦艇地、そして今回タグボートに曳航されることになったアンジューコンの3隻では次々に故障や問題が発生しており、韓国メディアから政府と軍を非難する報道が上がっていたな。2014年10月に韓国のテレビラジオ局である SBS が、孫を見る級潜水艦は海軍が公表している本来の性能であれば数週間海中で作戦行動を行えるはずであるにもかかわらず、実際には PEM 燃料電池の不具合が多発していることから連続潜航が可能な期間はわずかに数日に過ぎなかったと報じ、孫を見る級3隻の燃料電池は、海軍が購入する前からすでに不具合が判明していたにもかかわらず海軍はこれを無視して3隻を建造させて購入し、これまでにこの燃料電池が102回も停止したと指摘して非難したよ。韓国防衛事業庁はこの前年の2013年に、孫を見る級3隻の冷却システムに問題があったことを発見し、2014年上半期までには修理を終えたと明らかにしていて、同年10月から燃料電池が深海で10日間以上動作可能かどうかの検証実験を実施する予定だとしていたけど、その後についてこのことに関する情報は見当たらないね。この3隻の孫を見る級は1番艦孫を見るが2006年に就役してすぐにスクリューからイオンが発生するという潜水艦としては致命的な欠陥が明らかとなり、スクリューだけでなくスクリュー軸まで交換する事態となっただけでなく、2011年には2番艦艇地と3番艦アンジューコンも含めた3隻すべてにおいて、艦橋と甲板をつなぎ止めるボルトに不具合があることは判明したため、3隻とも運用停止となっているんだ。この不具合について韓国国内では解決することができず、元となった214型潜水艦を設計した HDW の技術者が訪韓して調査した上で補強を行った結果、ようやく問題が解決したな。2014年8月2日には定置の点検整備においてスクリューに7箇所の亀裂が発見され、
ヒュンダイ重工業で精密検査したところ全部で151箇所の亀裂が発生していたことが判明したけど、同時に点検されたドイツ製のスクリュープロペラに亀裂が1箇所も確認されなかったことから韓国内で製造されたプロペラのみに亀裂が確認されていたことが、韓国国会国防常任委員会委員のキム・ヒロシマ・モル議員が2015年9月22日に海軍などから資料を提出させたことによって明らかにされたね。また、この件では韓国のスクリュー製造技術のレベルが低いことを露呈しただけでなく、入札や発注などの際に海軍幹部と企業との間において、韓国では日常茶飯事ともされている贈収賄事件が発覚するなどして騒ぎとなったみたい。さらに2015年には、数々の問題を引き起こしたヒュンダイ重工業が建造した1番艦から3番艦の3隻のみならず、その後の建造を引き受けたテウ造船海洋が建造した4番艦キムサマモルも含めて、それまでの4隻の水中騒音レベルが静粛性の基準値である 40dB を超えていることが判明したよ。結局その原因究明は困難で解決の見込みが立っていないとされているばかりか。韓国海軍は5番艦以降の引き渡しの際の要求性能の中に水中騒音基準を入れないまま収益させていたことが発覚しているな。そして、2022年には1番艦ソンゴニル、5番インホー基地、6番流艦ジュンジュンの推進システムを構成する、主要部品の一つであるインバータモジュールに欠陥が見つかり、各艦は最低でも4ヶ月間は運用を停止する必要があるとされ、シーメンス製のインバータモジュールは韓国企業が修理することができないためドイツに輸送して修理を行う必要があり、最大で6ヶ月間は運用を停止する必要があると報じられたぜ。なお、これら潜水艦の欠陥とは別の問題として、北朝鮮からのハッキングによってテウ造船海洋からソンゴニル級や214型潜水艦をはじめ、最新鋭イージス艦クリアリ耳玉の設計図などが外部に流出したほか、ソンゴニル級の後継潜水艦として建造を進めている、トサンアンチャン補給潜水艦に搭載されている垂直発射システム VLS において、水中からミサイルを発射するためのコールドローンチ技術に関する情報なども流出していたことが発覚して問題視されているらしい。これらの一連の韓国の潜水艦建造に関する不祥事のためか、韓国から12隻の209型潜水艦を購入する契約を結んでいるインドネシアが、契約途中でキャンセルする可能性が出ていることが報じられるなどしていて、韓国国内では現在建造が進められているトサンアンチャン補給潜水艦の信頼性さえもが薄らいでいるとして、懸念する声が上がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。